これから10分間でビートを作るトラックメーカーを紹介します。まず奥にいる超さっきのやばいキックを鳴らしていた、DJ つけるのかな、 DJ つけるっすか、 DJ ネジ in the house。 そして機材万歳のなんで係長って呼ばれてるのか知らないけど、係長こと、係長はタイザンさんか、どっちもいいやDJ モイスト、この2人にねちょっとこれからビートを作ってもらうんだけれども、まああとで細かい説明はするので、先に7インチを弾く感じにしてもらおうかな。はい、はい、じゃあちょっとそれは後で聞いてみようか。はい、じゃあじゃあネジ君弾いてください。もうちょいも何もって話ですけどね。はいはい、あ、当たりなんだ。オッケー、じゃあ聞いていこうかな。もう聞きながら説明しながらにしちゃおうかな。我慢できないわ。何どういうこと、しかも読み方わかんねえし。なんとか伊藤とハッピー&ブルーっていうやつ。じゃあちょっとネタを聞いていきましょうか。どんな感じなんでしょう。すげえな、説明一個もねえぞ。お、あなるほどね、確かに富士そば、我々が富士そば系と呼んでいる、なぜそう呼ばれてるかはもういいよ言わなくても。オッケー、じゃあそんなもんにしときましょうか。じゃあ B 面も聞きましょうか。どっちを選ぶかはね本人の自由なので、お前を離さないお前を離さないと来たもんだ。すげえな、すげえセルフボースティングな。あー、お前を離さない感じは特に感じないけれども、富士そばだね。もうこのね、わあ、なるほどね、このいいですね、低音がゼロな感じ。クラブで一番鳴らしちゃいけない音なんだよな。オッケー、じゃあそんなとこでありがとうございます。じゃあ続いてネジ君、ネジ君のジャケ見せてもらっていいですか。はい、お、デザイアモンタ&ブラザーズ、誰あ、モンタヨシノリなんだ、へえ。はい、じゃあお願いします。ちゃんとこすった。あー、これあれなんですよね、そう、きついって言ってるんですけど、なんできついかは後で説明しよう。そう、この手の曲はマジトラックメーカー殺しだね。なるほど、 OK です、わかりました。 B 面、 B 面がね、 B 面はですね、抱きしめたいだそうです。メロ系だといいっすね。 Just only tonight。 お、あー、ガッツポーズ出た、確かに。あ、普通に良さそうだね。おー、そう、これ、そう、そういうのがあるんだよね。変なネタだとハードル下がるんだけど、いい感じのネタだとハードル上がるんだよね。それが嫌なんだよね。あ、もうこれだったらいくらでもいい曲できるじゃんみたいなこと言いやがったら、ぶん殴りたくなるんだよね、本当に。いや、じゃあやればってなっちゃうよね。なるほど、OK、じゃあそんなところにしてもいきましょうか。OK。まあ、これね、スタイルウォーズになりそうだな。じゃあ、あれしよっかな。あ、そっか、時間はかんなきゃいけないんだな。よし、じゃあ10分間、今から10分間でサンプリングからビートを組むところから全部やるからね。じゃあいいですか、準備は。はい、ではビートメイクバトルスタート。はい、というわけでね、
お7分3分前ですね。もうあのなんだろう、やってる側からするとこの7分まで来たら大枠できてないともう無理みたいな。でも多分2人ともビート打ち終わって、おそらくモイスト君は上ネタをこうね、どういう感じでいこうかみたいな段階で、ネジ君は何をしてるのかわからない俺にはすごい微調整してるけど。そう、あといいな、ネジ君のこの NPC 線のカラーリングが、ホワイトのやついいな。本当はね、黒とかあのね、あのなんつうの、昔のやつだったね、青と赤っていうなんか壮絶にダサい色のそう、まあそう、パッドもファットパッドにしてるしね。そう考えたら2人とも MPC 線だわ。あの色は違うけど中身は全く同じだから、そういう意味ではかなりフェアなバトルなんじゃないかなっていう。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。いや、いいですね、終わった瞬間のネジ君のあの感じがすごい、とてもとてもいい、バトルというものを心得ているじゃあどうしよっかな。いつもどっちから行ってましたっけ、こういう時。じゃあ先輩から行きます。そうですね、まあまあまあね、もうオリジナルメンバーですから。じゃあモイストさんのじゃあまず使ったネタから聞かせてもらおうかな。まあかけてもいいし NPC から出してもいいしお任せしますけれども。そうですね、名古屋バトル、そうかそうか、そうですよね、そうですね、名古屋バトルだわ。実は仲良し、いや本当に仲いい、悪い、これ言ったんだ。そう、いやー B 面のマジか。じゃあそんなところにしましょうか。オッケー、じゃあモイスト準備はいいですか。おー、いいキック。じゃあいいですか、こっから1分間だけね流すんで、1分間でみんなよく聞いといてね。じゃあパフォーマンススタート。そこまで。やっぱさすが百戦錬磨、違うね、時間超絶ぴったりだったなるほどね、いやすごい、ちょっとねこれは後で一言俺からも解説を入れたい感じだけれども、とりあえずね、ネジ君準備はどうですか。はい、どうぞどうぞ。ああ、いいキックだ。じゃあちょっと先にネタから聞かせてもらっていいですか。そう、何、どっちを使ったのか。そう、どっち使ったのか。あー、こっちだ。まあそりゃそうっすよねあー、いい。いやー、これ OK です、そんなもんにしときましょうか。いやー、いいビートになる予感がしますな嫌がらせしてきますよ、嫌がらせしてきますよ。よし、じゃあ準備いいですか。じゃあ DJ ネージ、これなんて言ったらいいんだろう、プリンザ P とかかな、うん、ちょっとすごいイケイケな感じいきますか。じゃあ DJ ネジ、プリンザ P。
やい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 や、二人とも優等生、時間守ってくれてる。いやーすげえな、そんなとこあったみたいな感じになってたな。いやー素晴らしい素晴らしい。いやちょっとねスタイル、かなりスタイルウォーズな感じですけれども、じゃあねこれね、この後、完成でねどっちのビートがいけてたかジャッジをしなくてはならないんですけれども、やんないってわけにはいかないよね。よし、じゃあいいですか、みんなあのちゃんとあの両方に声を上げるとかマジでやめてね。あの俺すごい勘ぐるから。あのなのであのモイストさん、ネジさんの順番で、言ってくから声を上げてください。DJ モイストは勝ったと思うやつ、DJ ネジは勝ったと思うやつ、勝者 DJ ネジ。いやいやいや、モイストさん、あの先に俺から言っとくと、あの明るいネタだったじゃない、さっき言ってたさ、明るいコード進行のやつ、あれをああいう感じにするのってすっげえ難しいんだよね。あの明るいネタ使ってんだけどちょっとハードコアな感じ出すみたいな、あれはすげえ、俺はすげえなと思ってたんで、お疲れ様でございましたじゃあネジ君、あれかな、ちょっとじゃあ自慢してください、自分のビート。自慢タイム、もうネタがちょっとありがたすぎましたね。もうこれこんなん勝つでしょ、こんなもん。すみません、森下さん、あの富士そばとスターバックスぐらい違いがありましたね、今日ね。はい、こんなん勝つでしょ。まあ、ちょっとネタに助けられましたけど、でもまあやっぱりそのビートの切り方とかはやっぱモイ君やっぱすげえな、まあ、いやいやいや、そういうのじゃないんですけど、あのぶっちゃけあの先輩をよいしょするわけじゃないんですけど、やっぱりあのぶっちゃけこのネタじゃなかったら負けてたなって。そう、あの打ち込み自体はやっぱちょっと細かかったし、俺ほんとあの打ち込みの数はめちゃめちゃ少ないんですよ実は。これもうほんとにズンチャズンチャみたいな、まあ、ただドラムはやっぱちょっとこだわって作ってきたんで、ドラムはやっぱ組んでいいっていう話だったんで、もうそこで勝負しました。ありがとうございます。いやとはいえね、あんだけ遅くするとあのネタこんな感じになるんだっていうのもあったし、あとやっぱね、そうこのね、ドラマ持参してきていいから、そのどれだけこのやっぱそこでも個性出るしね、同じ機種使ってんのに全然違うことになってるから、ドラムの鳴り一発取ってもやっぱりね、作り込んできたやつ、わあいいね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 、そうそう、だからそこところもなんか注目してもらえたら、多分次のバトルとかも面白いと思う。あ、この人あんな音ネタ持ってんだみたいな、そのネタっていうかね、多分すげえ作り込んでるから2人とも、その辺とかもチェックしてもらえたら面白いんじゃないかな。というわけで1回戦はネジ君の勝利で終わりました。 DJ モイストにも大きな拍手を。